こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。前回までね、おまけパートやっていったんですが、今回はちょっとね、ラストパート再挑戦ということで、前回ね、ノーマンをやっちゃったんでね、今回ノーマンが勝てるようにちょっとプレイを頑張っていきたいなと思ってます。ということでね、エクセルパートね、ごめんなさいね、皆さん、せっかくね、多分見ていただいた方たくさんいるかと思うんですが、ちょっと申し訳ないことに、英語オンリーだったんでね、字幕どうにか用意できないかなと思っていろいろ試行錯誤を繰り返してみたものの、残念ながらちょっとそうすることができなかったので、翻訳できる方はちょっと頑張ってやっていただけたら嬉しいかなと思います。まあね、映像を見るだけでもすごい凄さっていうのは伝わったかと思うので、まあよしというところで、さてまた同じところやってきましたね。ショーン、もうショーンの居場所は分かってるんで、帰らないよ、帰らないよ、走る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 。ショーン。あれ、ちょっと待ってね。肝心な時にね、操作がうまくいかないというね。さーて、犯人はもう割れているんだ。スカ。すごいフラフラするね、I've まっ been すぐに looking 行くなんて。for a long, ずっと探していたんだよ、長いこと。long time, Ethan. で、なんかいろいろとこう、やっぱ考察のやつを、まあ、見 Looking てた for a ら、father that would be なんかね、able to スコッ do トのその what 真似 mine をす could る not クレイ do. マーの息子が、その模倣犯がいること自体がなんか許せなかっ sacrifice たっていうこ himself とと、あとなんかね、スコッ in トだいぶ order ク to ズキャラっ save ぽ his い扱son. いみたいで、実際にこうやって ね、助けOh, I て、じゃあ自 searched, 首、なんて言うんだろう、searched. そうそう、E さんがここ来たじゃない、ショーンを助けにね。And で、ずっと探し続けて理想の父親を見つ then, I けたremembered you. のにかか、にもかかわらず、自首しないで、あえてね、ノーマンと戦ったじゃないですか。あれって結局、自分の目的は果たせました。でもあなたは、私は捕まりたくないですっていう、なんかそういう位置づ All けの those キャラらし murders, くて、just to ちょう find a ど father capable of 自分saving が his son. 見 Just to find a father? つけるためだけだと思って、ね、Do you have 自any 分が自主 idea 人にと how って it 何の価値 feels もな to い存be 在だ a と知るのがどん worthless な気持ちかわ nothing か in るか your っていう、father's eyes? 結局自分のことしか考えてな Believe かった me, キャラだっていうことが、それで I've 全て分かったっ suffered てことなんで。で、あと、just パー as ト much as 2、my 僕 victims. の実況のパート2で、I've finished your E さ damn んが trial. 抱えたにも Now give 関わ me らず、back my ジェイソンだ son. けがこう亡くなったっ He's ていう話 there. だったじゃないですか。All あれ、you have 実 to は do is E さん open that も、grate. その引かれてて、で、E さんも、その、なんか数日間だったか、半年間だったか、すごいこう、生死をさまよった挙句、まあ、ダメージの大きかったというか、その、残念ながら、抱えきることができなかった、まあ、ジェイソンの方が亡くなっちゃった、みたいなね、そんなことも書かれたりしてるんだよね。あと、なんか、ローレンの存在っていうのが、なんか、ローレンになんか名称を渡さないパターンもあるらしいんだよね。なんか、あ、じゃあ名称を渡すのか。そう、ローレンにここが居場所だみたいなのを伝えないのに、なぜかローレンがアジトを分かってくるみたいなシーンもあるみたいな、ね、なんかいろいろとこう矛盾があったりするみたいです。で、あと、なんでマディソンがその不眠症だったのかみたいなっていう原因が、どうやらなんか暴漢に襲われたっていう設定らしいんだよね。暴漢に襲われたっていう設定で、で、それ以来、その、なんか眠るの自体が恐怖になってしまって、まあ、ついに眠ることができなくなったみたいな、そんな設定になってるらしいんですね。で、その時に捜査に訪れたのが、なんと警官時代のスコットだったという、そういう扱いらしいんだよね。だから最初、なんでスコ、あれ？マディソンがなんかスコットのことを知るシーンってあったっけかなって思ったんだけど、よくよく考えたら、そういうシーンはやっぱりなかったと。で、皆さんの知らない、まあ僕も知らないところで、実は、その、そういう経緯があったと、暴漢に襲われたという経緯があったかつ、おい！さあ、ここからが緊張感高まるところだよね。さあ、QT 来い。緊張感高まる、それもあるんだけど、どうやら、その時に捜査官として当たってたのが警官時代のスコットだったっていうオチらしいですね。で、まあ、それはいいとして、あとなんかね、ダウンロードコンテンツっていうのが実はなんか2つくらいあったらしいね。なんか、2つあったっていうか、実は3つダウンロードコンテンツをなんかこの本編が終わった後に配信する予定だったんですよ。ところが残念ながら、マディソンのダウンロードコンテンツ1個だけしか、なんか、
配信されることなく、この次に僕が実況者としてるビヨンドとか、それから何だっけ、すでに発売実況したデトロイトっていう作品があるんですけど、まあ、そのデトロイトとかそっちの開発に行っちゃったんで、Take your positions. 残念ながら、suspect is likely to be armed and dangerous. All personnel are ordered to shoot to kill. I repeat, shoot to kill. Action. Are the snipers in position? Yes, Lieutenant. They're ready on your command. Perfect. He won't get away this time. We'll gun him down as soon as he shows his face. Hey, you there? Oi, お前何してる? What are you doing? ちょっとバイキン。Lieutenant, my name is Madison Page. I'm a journalist. I have proof that Ethan Mars is innocent. He's not the origami killer. What is a journalist doing here? I thought I told everybody to keep their mouths shut. Madison, get her out of here. I don't want her getting in the way. Okay, Lieutenant. All right, come on. You're about to make a terrible mistake, Lieutenant. Ethan Mars is innocent. I can prove it. すごい。あ、さあ、第2ラウンド。あ、いきなりミスと思うじゃん。さあ、集中。時々ね、D とか S とかがどこにあるかっていうのがちょっとわからなくなってるから。うわ、負けない。勝った。よし、オッケー。よし。これでももしかしてだけど、これ勝ったら、このスコットが、まさかっていうオチもある。引き潰されるみたいなオチもある。そんなことはないよね。うん。いて。あ、急に。ああ、おい。これをミスったら、ダメさん、please。Breathe. まさかだと思うけど、gotta breathe. Breathe. Don't tell me, son, please. 頼む。Breathe. Gotta breathe. これでも、生き返らないっていうオチもあるのかな？どうなんだろう？マウスとマウスします。AED だっけ？の訓練の時にこれやったね。すごいね、その押す力とかって、あれさ、なんか訓練やるけど、だいぶね、思っている以上に力入れなくちゃいけないし、思っている以上に力を入れすぎてしまうと、今度逆に胸部を圧迫してしまって、まずいことになっちゃうから、マウス2マウスは意外とまあ、そのうまくやれる人多いと思うんですけど、心臓マッサージの方がかなり難しい。あれははっきり言って、AD については。公衆高校生の時に受けたけど、多分今ね、万が一のことがあった時に、多分難しいなっていうのが正直なところだな。これもあれかな、何分以上とか、その、QT をミスり続けると、息を吹き返さないみたいな、そういうオチとかもあったりするのかな。どうなったか、遺体を抱きかかえた E さんとマディソンが出ていくっていうオチなのかな。で、二人で、まあ、ちょっと悲壮感漂うか、一緒に暮らすみたいな、そういうオチになってくるのか。でも、ここのシーンになったってことは、まあ、死なないって。Sean! いや、死ぬってことは、さすがにないのかな？どうなのか。もうダメかと思ったよ。I thought you were gone. で、ここに、あ、じゃあ、ここにマディソンが入ってくる前に、あれだね。I knew you'd come and save me. おー、信じてた。で、なんかいろいろと考察がある中で、その3日間もこの雨水の中にやられとったら低体温症で死ぬみたいなことが言われているかもしれないけど、実際にそれでも生き延びたっていう事例があるから、今回はもう眺めなしみたいなね、話。I want you to know that whatever happens, いろいろ考察見て面白かったのが、スコットが殺人を犯すシーンあるじゃないですか。なんか電池屋の。I'm not dead. あれ？ I took the poison an hour ago.このシーンあったっけ？ And I'm not dead. 俺は生きてる。1時間前にどこなんだよ、死んでない。あれ？ここ見逃したっけ、自分のパートの時に。多分あったんだろうな。なんか喋るのに夢中で1時間経ったのに死んでない。俺は生きてる。ハッハッハッハみたいなシーンあったんだろう、多分な。しまった。そこの実況してなかったな。Mars didn't do it for Christ's sakes. He's innocent. あたかもさ、なんか時計屋の店主がさ、自分が殺したんじゃなくて、なんか誰かにやられたみたいな、そういうオチあったじゃないですか。あれ、実はマスコットが殺してたっていうオチだったけど、なんかどうね、ひどいこんな殺され方をしてかわいそうにみたいなシーンがあるなんかっていうのは、なんかその帳簿にその帳簿が残ってると、うん、でその帳簿さえ残してなければ俺が殺すことはなかったのに、なのにやっちゃったからかわいそうになみたいな、すごい人事みたいなシーンだったらしいですね、あそこのところ。Madison?
What's going on? The cops. They're out there. They had the building surrounded. They'll shoot you if you go outside. I'll go out alone. I'll talk to them. I'll explain. They'll be dead before you can open your mouth. Look, we'll all go out together with our hands in the air. They can't possibly shoot us. I have the evidence that proves your innocence, Ethan. で助けに来てくれるわけでしょ。うん、てかあんな雨濡れてるんだからさ。I'm sorry, こんなところにさ I was only thinking about 寝転んだままにしないで thought... 抱きしめといてあげてよね。うん、大丈夫かショーン。寒いよね。That's okay. 痛いよね。暑いよね。The only thing that matters is that you saved your son. 痛いよね。だって下鉄板だもんね。さーて第3ラウンドスタートだね。あれ違うわ。勝ったんか。あ勝ってないわ。あぶれ。ハンマー。ほら。あぶれ。もうちょ、わあもったいないテレビもったいない、ほら、ほら、さあこのまま、さあどうなる、あれちょちょ、わあフラフラしてる、やっぱ逃げ切れるのか、急げ、オッケー、あ違うわ、スコット落ちるこれ、あで助けるか助けないかみたいなところか、Save me、助けてくれ、Please、さあどうする、さあどうするどうする、助け、いやちょっと手伝ってみようか。これも QT まさか。あでもこれ助けたがゆえに落とされるんじゃないのまさか。だよね。あぶれ。ほら。なんかなんとなくそんなオチが見えてた気がした。ほら。おお。ちょ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 。あでやっぱりどっちかが落ちるんだ。ちょっと待って。二人とも何してんのこんなところで。頭いかれてんでしょ。このままあやっぱスコット落ちるんだな。なぜなら私が QT に勝つからな。あらばだ。いやーそういう落ちか。これでも二人とも落ちるんじゃないまさか。だよね。違う違う。あ引っかかってるから助かるんだ。なるほどなるほど。あぶねー。え違うわ。違う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 。QT やる。はい。セーフ。おー。なるほどね。でこれでもしまたあそこで負けてたとしたらスコットじゃなくてまたノーマンがやれてたっていうオチになるね。打たなかったらどうなるんだろう。蹴落とすのかな。どうなるんだろう。うわー血がべっとりついてるね。まあそもそもあれでスクラップにされてなかったとしてスクラップっていうかまあ切り刻まれてなかったとしてもこの高さから落ちたら死んでるよね。さてこうなってノーマンは果たしてどんな風な結末を迎えるのか。ノーマン生きてるエンドはないもんね。あと犯人を失ったローレンはどうなるんだろう、うん、そこは結構気になるポイントだけど、ここら辺は何もない。あれそういえば警察出ていくときになんかうんぬんかんぬんみたいな、ああそうか喋ってたから多分そのシーンを見逃しただけか。普通に保護されるよね。でこの時点でまだそのEさんが無実だっていうことをマディソンが証明したみたいな結末はないけどね。なんだ。There was general relief this morning when the police announced that they had found Sean Mars alive more than four days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery of Ethan Mars, who the police believed at one point to be the killer. It is no doubt due to his great courage and tenacity.That he succeeded in foiling the plans of the Origami Killer. The police commissioner presented him with an official apology today, our main headline today. It is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims.Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. さて、あで三人の愛の巣のシーンだね。なんかね、Let's just say a friend of a friend let me jump in line. If we like it, スキップをすることが全くできないんだよね。これでも本当に最後あえて戦うシーンになってたけど、ノーマンとスコットともに生き残るっていうシーンはあるのかな。またマルチエンディングだからあるんだろうな。あとさ、プレイしながら実は解散しちゃったんだけど、ブルーラグーンでノーマンがスコットに襲われるシーン、
will lead a normal life. And one day it'll all just seem like a bad dream. We've earned the right to be happy now, Ethan.時に背を向けたあのシーンに中でバーンとされて終わってたのかもしれないですね。またそういういろいろとあるかもしれないな。まあ果たしてどうなったのかっていうことだね。さてさて、で、今、前回はなかったノーマンエンディングもあるはずだよね。これで、怖い。笑顔って、びっくりした。Let's talk tonight.Our guest today is on the cover of Today's World Magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jaden, good evening.めっちゃ偉そうなタイプ撮ってた今これが欲しかったのかな。いやでもノーマンそんなキャラじゃないよね。どっちかってカーターだったらね、なんか俺ってでも単独でってことは警察無能だったってことを言ってるようなもんだね。あ、違う、あ、ノーマン、あーそっか、トリプトキンによる副作用がどんどんひどくなってきてるのか。これどうするかだよね。これを絶ってアリによる操作っていうのをもう二度としないようにするか。どうする持った、あ、捨てた。でもそれは小瓶だから流せないと思います。流れたのか、多分ゴボゴボって出てきて、うん、でここはどこや、んどこ、ここえどこ、ここどこやろ。警察署の、あーあ、ああ大丈夫、再びアリ使ってるけど、ね、トリプトケインをなしでもアリを操作で使い続けられるような今なんかそういうのを目指してるところなのかな。相変わらずのタトゥーインなんか出てきた戦車、え、撃たれて終わり、あ、違うな、これなんかあれじゃない、トリプトケインを使わなかったことによる副作用でなんかいろいろ出てきちゃってるんじゃないか、やばくないか。お、ショーンのいい笑顔。あとなんか、え？違うね。あ、やばいな。使ってないのに見えてるってことは、もういよいよちょっとノーマンがやばいことになってるというか。で、撃たれた幻覚を覚えて、みたいな、そういうオチ。大丈夫？大丈夫か？なんか、まずい気がする。ドン。ドン。あれ？ならない。さてさて、ウィリアム・クロフォードって書いてあるね。ローレン。そうだよね、ローレンが一番報われないよね。実は手伝ってたのが、息子を殺した犯人だったんだね。あなたは私の息子を殺した。あ、スコット・シェルビー。Were you thinking about that? 私を腕に抱いている時もそのことを考えていたの。だよね。どうせやるなら自分の腕でって、あ、自分の手でって思うよね。I don't know why you did all this. なぜ唇を奪ったの？私にはあなたがしたことが理解できない。どんな理由でも正当ができない。そうだよね。Nothing can justify it anyway. しかも結果しか知らないから、なんで殺したのかっていうことも知らないよね。ああ、まあ一応知ってんのか。I feel nothing but contempt for you. 何もない。墓蹴るんじゃねえか。Nothing but contempt. ちょっと唾ぷって吐く。あ、やっぱり。にしてもこの世界、雨止まないね、本当に。スコットランドなのかな。なんかスコットランドってその雨が止まない国っていうか地域で有名みたいな。ああ、そうそう。で、さっき、ニュースで48歳スコット・シェルビーっていうふうに言われてたんだけど、実際1967年から2011年だから、まあ、44歳だから単純に制作者のミスみたいなことを言われてるっぽいね。そうそうそう。で、あと、やっぱり、さっき映ってたみたいにショットガンぶっ放すその他人を殺さなくちゃいけないみたいなシーンのところで一応やっぱあの人はやれるみたいです。だけど、まあ、やれたとしてもやれなかったとしても一応その最後の寂れた倉庫にまではたどり着けるっていう、まあ、結末を迎えることができるっぽいので、まあ、どこかでそのミスったとしても、まあ、なんとかね、
無事やっていけるそうですね。まあ綺麗にねうまくやってた方がねゲームの進行上は気持ちいいからそうしていきたいところではあるんですが、まあ残念ながらそうはならなかったのですいませんでしたというところですね。まあいろいろとねマルチエンディングなんでうまくいったうまくいってないとか選ばなかった選択肢とかのパートとかっていうのもお見せしていきたいなというふうに思うんですが、まあちょっとね次のゲームもあるということなのでヘビーレインに関しては以上というところになります。で、スチーム版であるのかわかんないんだけどまだねデトロイトとヘビーレインとそれから次僕がやろうと思ってるビヨンドっていうゲームの3作品セットで売ってたとしたら結構安い金額でほぼヘビーレインかビヨンドがもう無料で使えるみたいな無料でプレイできるみたいな、ね、感じで売り出しをしていますので、ぜひね興味ある方はそっちを購入していただけると嬉しいかなというふうに思います。ということでね、ヘビーレインね、本当に1ヶ月以上やってきたのかな、1ヶ月半くらいやったのかな。まあちょっとね、本当は1パート30分とか40分くらいで、ね、ギュッと短くすれば2、3週間で終わったかもしれないんですけど、まあ主人公が変わるたびにね、結構ね、パートが切ったりとかしたんで、長い短いっていうのも結構差が出たところではあったんですが、まあお楽しみいただけたではないでしょうか。ただね、ちょっとね、実際にプレイした人もなんか日記とかで発表してる人が書いてた中ではちょっと心臓が弱いとかメンタルが弱い方はおすすめしませんっていうゲームだったんだけど、確かに心のきしむ時っていうくらいなんか心メンタルに来るようなタイトルがあったんで、確かに、ね、僕もね最初やってた時は普通にゲームが落ちることに怒り心頭でもうまた落ち上がってカーってね、皆さんの知らないところで皆さんにこうお見せしてるゲームシーンに関してはうまく取れたところだけをこうお見せしているんで、途中でね、あ、すいません切れましたとかっていうパートもあったけど、それ以上にね、そういう意味で僕はメンタルがブレイクしてたっていうところなんだけど、まあまあちょっとね心がねちょっとねなかなかね、まあ、弱いという方にとってはこの作品はちょっと結末的にもねプロセス的にもちょっと衝撃的な部分が結構多かったのではないかなというふうに思います。まあ映画のね層とかねそのあたりを見るのが好きとかね見たことがあるっていう人だったら あれ似てるなっていう感覚でねプレイを見ていただけたんじゃないかなと思うんだけど、まあそんな感じでね、まあいろいろと振り返ってみると自分がね確かにね娘とか息子があえてさらわれた時に小指捧げてね助け出そうとするかどうかとか、まあ、それから雨が降りしきって霧もうかかっているような高速道路をねもう80キロ100キロ出ているようなところを逆走するかどうかとか、そのために人を殺すかどうかとかいろいろと考えた時に果たしてね命を落としてすることができるのかっていうと、まあそれに関してはね今ゲーム上やってやるよとかって僕も言ってましたけど、現実に起こると本当にねその場になってみないとちょっとわからない決断っていうのが多すぎるよね。まあそういう意味では考えさせられるゲームって言いたいところなんだけど、そんなこと考えたくもないっていうのがねあるんだかな。だからまあ一つこういうゲームとかっていうのはそのプレイする分には面白かったりとか映画であったりする分にはハラハラドキドキするっていう意味で面白いかもしれないんですけど、そういうのをやっぱね模倣犯として実際に現実でやろうとする人も中にはこういたりとかね、日本じゃあんまりそういうサイコパス的な事件とかっていうのは聞かないからいいけど、アメリカとかじゃねなんか平気であったりするよね。例えばそのベッドルームのベッドの下に女の子を何年間も監禁し続けて、その監禁が当たり前になってもう逃げる気力も失わせて支配していくみたいな話があったりとか、あとは実験であったけどスタンフォード監獄実験とかね、ドイツとかアメリカとかでも映画化されたりとかしてましたけど、要は囚人とそれから監守に分かれて、で普通の一般人ですよ、一般人を囚人と監守に分かれさせてそれぞれの役に徹したら監守役の人たちが調子に乗って、囚人役の一般の人をボコボコにしちゃったみたいなね、確かあれ何でしたかね、3日か6日どっちかだったかな、で中止になったっていうくらい過酷な実験があったりとかね、まあ、そういうのをちょっと興味がある方はスタンフォード監獄実験っていうのをぜひ調べてもらえたらいいかなと思います。とか、まあ、そんなところだよね。ちょっとねダラ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 プレイしてても喋ってても仕方がないんで終わりたいんですけど、残念ながらねこれねムービースキップすることができないし止めることもできないんで、まあ、ダラダラダラちょっとねオープニングタイトルに戻るまでねちょっとねなんかうまいこと喋りをつなげられたらなと思うんだけど、まあ、もう
ここまででね、十分見ることができたからもういいやっていう方はね、ここで切っていただいても全然問題はないです。まあ、次回のね、ビヨンドっていう作品が、ちょっと可愛らしい女の子がタイトルの画面のところに出てきているので、まあ、今度は女の子が主人公のゲームなのかなと思うんだけど、まあ、ビヨンドというか、このゲームを作っている会社さん自体が、なんかマルチプレイヤー、マルチプレイヤーって意味が違うね、マルチ主人公か、をなんかゲームがね、デトロイトとヘビーレインをやっているので、ヘビーレインでマルチ主人公をやったってことは、まあその間にあるね、デトロイトのマルチ主人公だったから、間のビヨンドも、まあ、マルチ主人公なのかなって思って、全体の主人公がそのビヨンドっていうゲームのそのタイトルに出てきてる女の子なんじゃないかな、なんていうふうに勝手に思ったりしてますけどね。まあ果たしてプレイしてみてどんなゲームなのかって、全然ね、前情報がなくって、なんかトゥーソウルズって名前だったか、ビヨンドザ・トゥーソウルズだったかな、なんか2つの魂、なんかだから過去と未来を行き来するとか、なんか二重人格とか、なんかそんな話になってくるのかなとも思ったりするんだけど、果たしてどんなゲームなのか、ヘビーレイン同様ね、まあデトロイトもなんだけど、全くもって前情報を知らないまま入っていこうというふうに思いますんで、前半のパートとかは多分ね、またね、あたふたあたふたするシーンが、まあ、見れるんじゃないかなと思いますね。結構ね、僕ね、バタバタするようなゲーム実況をしてるんで、ちょっとそういうのが苦手だっていう方にとって申し訳ないんですけど、まあ、ある意味その新鮮さを求める方にとっては、非常に楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうにね、思ったりもしています。ということで、もうそろそろね、音楽も佳境を迎えて、エンディング終わりというところですので、最後まで本当にご視聴いただきまして、ありがとうございました。ということで、またね、次回実況でお会いできたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。